ナミさん、おはようございます。今回ですね、私のドジによってですね、チャンネルが一時ちょっと停止になっております。今日は3日目なんですけども、いや、ナミさん、私のサブチャンネルの紹介と私のメインチャンネルの状況説明ありがとうございます。YouTube のこのいいなっていうのはね、こういうふうに YouTuber 同士がお互いに起きたことをお互いのチャンネルで報道し合えるってことだと思うんですよ。例えばナミさんのね、例えばですよ、ナミさんのお家で飼っている猫ちゃんに子供が生まれましたよみたいなのを、例えば私がインスタグラムで見かけますよね。そしたら、あ、ナミさんのお家で子猫が生まれたよみたいなね、そんなことをね、放送するのも、まあ、一つのメディアとしては面白いローカルニュースかなと思いますし、まあね、これから若い方とかが YouTube されてて関わりを持ったらね、例えばその方がどこそこに、行った時にこんな思い出がありましたよみたいなのをみんなでね、なんかこう共有するみたいなのがあったりとかね。今日はね、松潤さんがご自身の生まれ故郷の長崎のなんか思い出話をね、ストリートビューとともにしてくださって、ああ、こうやって遠隔でも里帰りして散歩ができるなみたいなね、しかもそれが記録に残るって素敵じゃないですか。こんなことがあるのが YouTube の楽しみ方のまた新しい角度だなと思いました。そう思うとね、今回の私のアカウント一時停止のトラブルってのは、なんかね、皆さんからたくさんプレゼントいただいてるような気がしてね、なんかそれはそれで嬉しいなと思うんですよ。で、ちょっと奇妙なことなんですけども、アカウントが停止になってる間に私のチャンネル、メインチャンネルですね、メインチャンネル の, あの視聴者さんがなんか増えてるんですよね。何なんですかね、これは。何が起きたんだろうと思って、今まで保留にした方もね、チャンネル登録してくれたんですかね。まあ、何が起こるのかわからないなというところと、あとね、やっぱこう YouTube の素晴らしさって、最新動画が上がらなくても過去の動画でやっぱね、見てくださる方がいるなってところなんですよ。ふと気づいたんですけども、スマホの写真をパソコンに移行させる方法っていう動画があるんですけども、それたまたまね、さっきね、おすすめ動画で出てきたんですよ。私が別チャンネルでやってるんで。そうするとそれがね、12万回転してるんですよね。これ3年前の動画だったと思うんですけども、いや、すごいなと。こんなね、昔の iPhone でやった拙い動画がね、12万回回ってるなんてすごいなと思いました。ただ低評価も300、400ぐらいありましたけどもね、なかなか面白いことだなと思いました。まあ、いろいろと話しましたけども、ナミさんのおかげさまで新しいこのサブチャンネルもね、登録者400人を超えてですね、順調に進められております。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それでは、ありがたいナミさんの私のね、今回のトラブルに対するお知らせ動画、私の記念として動画概要欄に貼らせてもらいます。ありがとうございました。